まあ、知り合いのねちょっとね、はい、お話で前ちょっとラジオで少し語りかけたものもあったりして面白いなと思って追っかけてはいるんですけども、はい、要はですね紐が見える人っていうのがいるんですよ。はい、で一度ちょこっとだけしか話してないんですけども、はい、その話してくださった方都内在住の方なんですけども、はい、僕紐が見えるんですっていう話をするんですね。はい、で紐って何って聞くと、要は黒い紐が人の体に巻きついてるのが見えるんですって。突き抜けてたり巻きついてたりする。はい、で病気だったり、例えば足が悪いとか胃が悪いとかっていう時になると、そこを貫いてるんですって、この紐が。で紐っていうとおかしいらしくて、厳密に言うと黒い粒子の塊が紐状になってずっと体を突き抜けてる。要は多分そこから吹き出してる雰囲気なんですかね、何でしょうかね。それがずっと出てるっていうんですよ。で、それがあると大体その人は例えば胃が悪いとか肝臓が悪いとか足が悪いっていうのが見えるんですって。で子供の頃から見えてて、でお母さんに「ねえねえお母さんちょっとあの人に紐が」って言うと、もうお母さんとかはそういうのを信じない人なんで「そんなこと言うんじゃないよ」って怒られちゃうんですって。で「いやでも」って言うんだけども、確かに出てる。でまあ要は物心を作る頃には要は胃が悪いんだなっていうのも大体紐付けて分かってくるようになって、でああって思ってる時にある日、その要は田舎に里帰りした時におじいちゃんにやっぱり紐が出てた。でおじいちゃんおじいちゃんって言おうとしたら母親が止めて、でもやっぱりおじいちゃんから出てるから、だから病院行った方がいいよって言って、おじいちゃんが病院にお母さんのこう説得で行ってもらったら、やっぱり悪かったんですって、体が。でその後要はまたしばらく経って田舎の方に行ってみたら、今度またおじいちゃんが紐出てる。ところが今度は全身真っ黒なんて、紐にこうずっとミイラみたいに巻かれてて全身真っ黒なんですって。でうわっと思って、でお母さんっていう時にはその頃はお母さんも信じちゃってるんで、要は子供の言う通りのことが起きてるんでっていうんだけども「いやもうおじいちゃん真っ黒になってる」、紐いっぱいって言うんです。まあ要は黒い粒子がブワーって体を覆ってるような感じなんですね。で慌てておじいちゃん連れてったら末期がんになったんです。はい、それでもう数ヶ月しないで、要はそこで初めて気づいて、数ヶ月しないでおじいちゃん亡くなったんですよねってお話をしてくださった。でどうも要は全身黒くなっちゃうともう助からない。まあ、途中どっか黒いこうなんかね手とかそういうところの部分的なものだったらばまだ治療したり、たまたまその時具合が悪かったっていう証拠なんだけども、全身黒いともう助からないっていうのがもう大体分かってて、でその人は要は何を言ってももう助からないんですって。病院に行ってって言ってももう手遅れだし、基本的にはもう言ってもせんなきことどうにもならないっていうので、あんまり見ても言わないようにするようにしたんですよ。ところが僕もう一つ見えるんですよって。はい、でそれは白い紐が見えるんですって。はい、黒に対して白、もうオセロかよって思うんですけど、いやいやすごいですね、白い紐が出てるのが見える。はい、それは要は女の人なんですって。はいはい、女の人のお腹から白い紐が出てると大概赤ちゃんが生まれる兆候なんですって。はあ。である日その家に久しぶりに要は一人暮らししてて帰ったら、要は実家に帰ったらお姉ちゃんもいたと。でお姉ちゃんのお腹を見たら紐が出てるんですって。で姉ちゃん妊娠してるって聞いたら「えそんなことないよ」って言うんですって。いや白い紐出てるからちょっと検査してみって言われて、お姉ちゃんすぐに要は薬局でこの検査薬ありますよね、あれで検査したら妊娠してるのが発覚して、でその時付き合ってた彼とそのまますぐゴールにしたっていうのがあって、だからその病院行って要は白い紐が見えてる人は大体そのお腹が大きかろうが小さかろうが大体赤ちゃんがいる感じっていうのが見えるんです。ところがねこれ不思議なのが、はい、人間だけに見えるわけじゃないっていうんですよ。でその紐って、はい道に張ってるんですって。道の上に黒い紐がこう張ってるんですって、単独で。はい。黒い紐とか白い紐が、まあ白くはないんですけど黒い紐が張ってて、でそれが要は家を突き抜けてるんですって。要はね、その家が建ってる、まあ、土地の上に張ってるので家、はい、そのところに建ってる家ってあんまり関係ないんだけども、はい、そこに向かってこう張って入っていく。で要は家探し、要はアパート探しで自分で歩いていくと、自分が借りようとした玄関に、例えばアパートの玄関とかマンションの玄関にそれがこうあったりすると、もう基本的にはですね、ここは避けた方がいいって言って、あまりいいことがないかもしれないっていうのを感じてるんですって。で実際に何かあったかっていうとそれはないんだけど、はい、ただ逆に白い紐も見えてて、それは要は明治神宮にあるんですって。明治神宮の表参道のところをドーンと1メーターぐらいの大きい紐がドーンってまっすぐ見えるんですって。ところがこれも有名な神社とかお寺だからってわけじゃなくて、あるとこ、要はまあ見えるところっていうのはそれに関係なくて、小さい神社でも、はい、鳥居のとこからドーンって出てるのが見えたりする。有名なとこでも全然なかったりするっていうのがあるので、それは何かの要はパワーの印なのか人の思いなのか僕は分かんないんですけど、すごいところは密度が濃いので本当に真っ白で先が見えないんですって。で、密度の薄いところは、まあ、要は透けて見える感じなんです。それでやっぱ強い弱いみたいなのもなんとなく判別できるっていう。で今まで見た中では明治神宮さんが一番強い、大きかったって言ってました。はあ、他にも僕いくつかちょっと名前を出して聞いたんですけど、はい、結構ないところが多くて、ちょっと言うとね問題が起きるんであれなんですけども、生放送ですからね、あるところは、はい、あるところは明治神宮さんとか、はい、あと伊勢神宮さんとかはあるって言ってましたね。見えたって。面白いですね。ただね、面白くないんですよこれ。そうなんですか。っていうのはめちゃくちゃごめんなさい、僕楽しく聞いてました。聞いてますよね。でも違うんですよ。彼すごい怖がってるんですよ。じゃあなんでかっていうと、僕ねって東京在住なんで、それ要は見ないで済んだんですけど、多分僕その時東北にいたら東日本大震災真っ黒い人山のように見てるんだと思うんですよ。要は地震が起きる前に、要は津波に飲まれちゃうとか地震に遭っちゃう人っていうのが事前に分かっちゃうかもしれない、分かっちゃったかもしれない、まあ分かんないかもしれないですよ、でも分かっちゃったかもしれないって思うと、東京で何か起きた時朝玄関を出た瞬間街中の人が真っ黒だったら僕どうしたらいいんでしょうって。で自分のは見えないんですって。だから自分が生き残るかどうか分かんないんだけど、でももしその街に出たらある日突然黒い人がバッって大勢いた時、まあ、週に1人か2人見るんですって今も。だけどそれがバッて増えた時、東京に何かあるんじゃないかって思うと今も玄関開けるのもうすごい怖いんですっていう話をされてて、でまあ西浦さんもしそんな日が来たら連絡しますねっていうふうに言ってくださってるんで、まだとりあえず連絡ないので東京には何事もないっていうのは分かるんですけど、ただ連絡もらっても避けようがないんで、僕も黒かったらどうにもなんないんで。そうっすね。はい。そういうお話をねされてる方ちょっとやり取りをしていて、いやーすごいこう興味深いというか、そうですよね。そうですよね。いやいや、だからある意味今その余地っていう意味合いもあるわけですもんね。そういったなんか悪いことの予兆は黒い紐で、逆にお子さん生まれるとか何かこう誕生ってイメージだと白いものかもしれないんですけど、あと神社とかですよね。そうですね。なんかそういうビジュアルで見えるっていうのもすごくこう不思議ですよね。そうですね。